すごい。今日はやりたいことがあります。今日はね、今日はヘアアレンジ配信をしていきたいと思います。わーわー。まあそうですね、髪の毛も伸びてまいりまして、先日ちょろっとちょろっと三つ編みをしたら大変好評でしたので、今日はいろんなヘアゴムとかも持ってきたっていうか、まあ探してきたので、今日はねずっとカチューシャをつけてました。これどう、これで、これは自分で買ったやつで、なんかシンプル、あ、肩痛い、すいませんポカポカやろすいません、ちょっと肩痛いで、普通のちょっと黒いシンプルなカチューシャをファンの方からいただいて、それ一生つけてたんですけど、お気に入りで。ちょっとね、もう剥がれてきてしまって、このこれで言うと、このここら辺とかが剥がれたりとか、ここが剥がれちゃったりして、ちょっともうアロンアルファとかでくっつけてたんですけどちょっともう限界かなってとこで、新しいほぼ似たようなカチューシャを買いました。そういえばこれもまあいいわね、いいわね、これもどう、あくびて、じゃあ何からやっていこうかな。おしゃべりしながらね、届いたので、なんかそれできっかけでいっぱい注文したんですよ、ヘアクセども。髪に入る、何、テロップ書くほどかな、書く、そんなみんな来てくれる、テロップ書いたら、え、なになに、あやたろヘアアレンジしてるってって言って見に来て見に来てくれます。ちょっといろいろやっていこうかなと。あ、じゃあ書くか、ちょっと今流行ってるこの顔文字でねえ、マジで誰、ほんとさ、偽物とかってほんとにありえないことですからね、ほんと。ね、ずっと使ってみたかったこういうカチャカチャを買いました。なんかこうやなんかね、なあれどうやってやってんだろう、みんなよくわからないんだけど、使い方が、これどうやって使ってるんだろう、この非常にメンズが多い中で、
これをどうやるんだろうってさ、わかる？ここら辺、この上だけを取ってるイメージがね、私もあって。その子言う。これを、こう。これできてる、これいや見えないよ鏡ちっちゃくて見えないでもできてんのかな、これできてた？でもできて、あ、でもできてそうじゃない？歯科検診なんこれ歯医者さんのこれじゃん、この見え方が分からん、もう。でもこうだと思うんだけどな、位置は横じゃないから、やね、このいやでもこことか折ってきちゃうからできてないんだろうな。これは日向に聞こうだってまあここじゃないからね。これわかんないからちょっと日向に聞こう。なんかちょっとちょっと苦労させていただきます。なんで？いつもどうだったっけ？あ、こうか。はいはい。髪上げ、まとめ上げ、髪まとめてあげたいね。これをくそ、そう、髪が短い。待って、できない。もじゃもじゃ。いやもうこれは日向に聞こう。エントリーナンバー3でした。いやもうちょい長ければね。やっぱり短いのよ。どっか行っちゃった、他に、他の届いた、あったあった。で、次は、なんか、金色の、蝶々ちゃんを。ピカピカ蝶々ちゃん。
やったことあるね。これこういうとこで止めるんだよね。ちょ、私鏡なくね。鏡脱走事件なんだけど。鏡大脱走なんだけど。鏡ないとできないっつーの。マジで鏡大脱走事件なんだけど。目の前にないよ。本当にない。こればかりは本当にない。あ、今回ばかりはマジでないわ。鏡があったわ。2番目の引き出しこうやってやって3回見てもなかったのに4回目で出てきたの、後ろから。びっくりなんだけど。びっくりですね。わあ、蝶々どっか行っちゃった。あったあった。あぶねー。よしよしよし。で、蝶々は、蝶々ちゃんは、あ、なんかほら、こういうのじゃないですか。急にうまいぞ、急にうまいぞ、中村さん。これ伝わんなくね。もうちょっとちょっとにするか。もうちょ、ちょちょちょ。こんなとか違うな、跳ねちゃうから。こういうんじゃないの、これを。じゃ、本当に手先不器用。お猿さんの方が手先器用だもん、私より。パン君とか、パン君にやってほしいもんね。うわー、ほら。もう、いや、多すぎた。これは多すぎちゃうんだから。もうちょっとでよかった。少なすぎん。こういうのし、あ、あ、できた。あ、え、あ、こうじゃない。え、かわいいじゃん。見て見て、これかわいい。どう、ね、どう、これなし、なしこさん、なしねのなしこさん、おい、おーい、おーい、お、おーい、おー、おーい、おーい、内側だったんだね。逆の時は、あ、内側かって思えばいい。こうやったら多分いい子になるから。反対だったんだねーって、ごめんねーって。こんな感じだ。できた。これは、これあり？どうですこの蝶々ちゃん。ここら辺をこうやって
耳にかけたら直よしこさんじゃないですか。なんかまた出てきたな。どう？どう？なしこちゃん？これは浴衣姿はこれ合いますね。合いますです。続きまして、でもな、一つ結びって別に見せてもみたいなとこあります。もう見飽きたよ、言うてるみたいな。今日の服に合ってる、本当。また顔暗くなってる、怒るよ。ヘアゴム、ヘアゴムやっと買った。なんか黒いヘアゴムを使うとね、やっぱその髪の毛がこれだけ明るいじゃないですか。だからその色が浮くのよ、黒いゴムが、 黒の色がこの結び目に黒を入れると、そうなんか変に目立っちゃうのがすごい嫌で、嫌だったんですけど、まあ、メイクさんとかはねゴム隠しできるよね。でも私はご存知の通りメイクさんではない悲しい人間ですから、うわぁ、なんだこれ、うわ、なんか壊しそう。壊しそう、このグ、グじゃない。み、みじゃない。グ。なにこれ。まあ、どうせ今見えないからね、この一部で。これはよくしますね、この一つ結びは。スッキリはね、うん、清掃。いいわね。問題はここからなのよね。今日はゴムを持ってきたので、持ってきたっていうか探した、探し当てたので、ちょっとゴム使って三つ編みしていきたいと思います。三つ編みチャレンジ始まるの。ゴム落としたの、拾ったの。さ、さてできるのでしょうか。まあ配信なんで適当に分けさせていただきます。今日は本物のゴムで
ツインテール？ツインテールしちゃう？しないよ。そんなね、安い女じゃないんですよ。ツインテールの私は。なんか三つ編みできてなくて泣いた。君から見た僕はきっとただの友達の友達、うん、たかがちじびに向けられた笑顔があれならもう恐ろしい人だ。君を惚れさせる黒魔術は知らないし、君を誘う勇気も車もない、でも見たい隣でふわっておはようと笑う君を、どう？どう？え、伸びた髪、伸びた髪ダメかな、これあんまりちょっと下手、もう一回やっとく、もう一回やるか、ダメか、これでいいのかな、ダメじゃなかったさっきの、だってみんながさすぐコメントくれないんだもん、みんながさなんかあんまりコメントしてくれないからさ、いやラグじゃないよ、見惚れてた、あーじゃあ許す。どう？どう？こっちの方が上手？たかがちじびに、ちじんびに向けられた笑顔があれならもう恐ろしい人だ、君を惚れさせる黒魔術は知らないし、できてない、あ、できた、
私は知ってる。これでメガネかければいいんでしょ。ピー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 。あれ、なんか違う？まるちゃん！たまちゃんだよ！たまもクロス。これ賢そう？リングライトがないから暗いんだ。どこでしょう。うお！よし、できた。あ、え、賢そうじゃない？はじめまして、リキ。また頭悪そう。あれ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 、あれ？本読んでたらいい？今ですか？今は人間失格読んでました。読書やっぱだな。うん、こっちの方がピョーンってなったよね。おしゃれなカフェにいそう。マジこれ味噌汁飲んでそうじゃないですか。ちゃんと三つ編みってわかるかな。うん、おばあちゃんの味噌汁が大好き。そんなことない。クリームソーダ？うわ、クリームソーダいいわね。確かにちょっとレトロな感じね。理系です。はじめまして、理系サークルの中村です。理系サークルって何？いや、サークルが分かんないんだよ。うん。理系上です。うん。何このポーズ。みんな今のところ好きな髪型はどれですか？嘘、三つ編み？あくび出てきた。ま
確かに三つ編みが一番完成度は高そう。うん、あと安定の一つ結び。実績があるからな、三つ編みは。ハーフアップ見えない。今日お昼寝してなくて。あと何があるかな、髪型。ハーフツインね。お団子はこの髪じゃできないな、多分。この長さじゃね、できない。あれ、これ後ろすぎ？量取りすぎか。あれ、これ後ろすぎ？こういうのも、こういうのもあるよね、このちょっと後ろめのやつ。後ろめのやつ。でも、みんなが望んでるのは前目の話？前目の話？前目ツインテール？前目ハーフツイン？前目になりますと、少々お待ちください。ただいま在庫の方確認してまいりたいと思います。こんばんは。この辺ですか？さあ、もう24がやっていいんかなあ、普通に考えて。見せ物じゃないぞ。見せ物です。これちょっとミスった、これ。
まあでもこんな感じ。こういうのですか？ご注文の方は。ちょっと浮いちゃうな。ちょっと浮いちゃうわね。バできない。これをこうやってこうなんかもうねじ開けて、よく聞くクルリンバ、これをこう中に入れ込むっていう。で、こうキャッ、ちょっとこういうこういうのバカアバウト、どういうのかっていうとこういうの。こう中にこう通してキュッ、こっちの方が綺麗かも。うん、こうなりますね。どう、これは。こういう髪型は、このクルリンパはなんか、なんだっけ、まあ二十歳の頃とか結構黒い服が好きだ、今も黒い服が好きなんだけど、なんかこう分かりやすく言えば、なんかこうカジュアルな、めちゃめちゃ振った話をすると、まあなんていうのかな、もうゴスロリには全然いかないんだけど、まあ、系統はそっち寄りの黒い、なんかすごいカジュアルなゴスロリじゃないけど、いやめちゃめちゃカジュアルだからゴスロリではないんだけど、なんかそういうような黒っぽい、なんか黒いワンピースとか、ちょっと可愛いんだけどダークっぽいみたいな、ちょっとなんて言えばいいんだろうな、なんかそういう服が好きだったの昔はね。あれ系統がよくも分かんないんだけど、でなんかちょっと病んでそうな服が好きだったんだけど、なんかこの髪型はすごくその病んでる格好に合ってたんですよ。だからねこれよくやってました。ハーフツインね。でもツインテールなんかもうやらんからな、マジで。年齢的に。でも私は高校生の頃はなんかツインテールって
なんかいろんな高さがあるのよ。なんかほんとこの上目上目なのか下目なのかはすごく、これはさ見てわかるじゃない、下か上かっていうのは。でなんかこう後ろ目かこう横か前っていうのがあって、私は高校生の頃とかの話になるけど、その頃はね前目が好きでした。ちょっと短くても上がらない、ほら。これちょっと前目なの分かる？耳よりも前みたいな感じが好きだった。うわマジで髪短くて上がらない。ちょっとこぼうきこぼうきになってるじゃん私。3周目がいかないんだよね。切れないでゴムちゃん。あ、切れなかった。わかる？このなんかこれ10代に見える？これは私犬が好きだった。今も犬好きなんだけど、犬が好きなのよ。で犬みたいなツインテールに感じて、これが若い頃だから、なんかその耳が垂れたさワンちゃんみたいじゃない？伝わる？私の言いたいこと。で好きだったのこれ。なんでさみんなはツインテールが好きなんですか？推しメンが恥ずかしがってるところを見れるから。そうそう、ビーグルとか小学生すぎんメイやん。小さなメイテいやちょっと髪が短すぎるね。秘密の暗号、森へのパス、なんだっけ、行動、小さな冒険始まる、なんだっけ、パスポートだい
にな、ほら間違ってるよこれなんかもうちょっとね若返れそうだったんだけど、なんかダメでしたね。もうちょっと、もうちょっと若返れそうじゃない？いや、位置の話だな、これは完全に。ちょ、ピアス痛すぎるな。いや、なんか、ツインテールがしっくりきてない。来るわけないかあ、来るわけなかったんだ、私。しっくりもクソもない。あ、気づいちゃった、気づいちゃった。わーい、わい、年齢的にもう多分この位置なんだろうね。この位置じゃないですか。どう、どう、小さな手、秘密の暗号、森へのパスポート、小さな冒険始まる。テケデンテケデンテケデンデンデンと、あ、できない。はぁ、伸びてくれない。全然このゴム伸びてくれない。ああ、ここどう、ここだ、低めだ、短短すんぎ、短すんぎじゃん。ほ、お掃除できそう。これローツインって言うんですか。はい、おしまいはい、スクショタイムおしまい。でも伸ばすか悩みますね。ここまで来たらここまで行ってみようかなこんな長さまで行っちゃおうかな、もうここまで来たらルームとツイッターとインスタグラムフォローしました。嬉しい、ありがとうございます。長いの似合わないのは見てない。今日の飲み物はクリーミーラテです。おいしい。伸ばしたの見たい？マジ？
中学校の時に、中学校の時めちゃめちゃ髪長かったんですけど、やっぱ中学生って髪の毛を結ぶのがルールなんですね、ご存知の通り。で、髪めっちゃ長かったから結んでたんですけど、まあ、正直に言うとママに毎日結んでもらってたんですけど恥ずかしいことに、お恥ずかしながら、いや中学生の頃ね、中学生の頃ですよ、結べなくて髪の毛一人で自分じゃ、毎日3年間3年間毎日結んでもらってて、いやマママジありがたいよね。さすがに高校になってからはなんか結びたい時は自分で結ぶようにしてましたけど、でも中学校の時に一番多かった髪型はねこれでした。あ、なんかすんごい性格が出てる、性格がゲームしたい、競馬やりたいゲームもしたいし、ゲーム配信もしたいし、競馬もしたいの横も一つ結びをよくしてました。こうやってこうやって肩上げとけばいい、肩上げとけば一致団結してる、こうやってあ、BGM 流すの忘れたねー、小さな目であげたら秘密の番号、いや流しときゃよかった最初から、もう一回最初からやっていいですか、ツインテール三つ編みみたいな、ダメ？音ちっちゃい。でも髪が邪魔すぎるからね。もうシュシュ、私こんシュシュなんていつぶりに買ったか分かんないってぶりにシュシュ買ったんですよ。やばくない？長い子はよくなんかこうやって結んでないですか、適当にこうやってなんかピョーンって、ちょマジ久しぶりに買ったポニーテールとシュッと歌える。ねほんとごめん、ねほんとにうるさかったよね今ね、ほんとにごめんなさい。でん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 、大丈夫だった。ただもう音さ、手元が緩い。イヤホンじゃない。こんなにおおらかなことある。おおらか。今日オープンネックど何の髪型で配信するのがいいと思う？決めて。ツインテール以外でな、ご存知だと思うけど、なんでオールバックな、あすごい ブスに気づいた今、すっげーブスなことに気づいた。
ねー、もうやだ。もう二度とヘアアレンジやらん。もう二度とやらない。だってみんながさ無視するからじゃん。なんかフリーズンとかなんか一本曲げなんて言ったっけなんて言ったっけモヒカンとかさ、まずバリカンで行かないといけないでしょ。正直おろしとるツインテールくらいしかレパートリーがわからないんだこうやってやっぱリクエストを聞くことも大事なのかなって思ったんですよ、うん、なんかあんまりね、基本的には何自分が好きな髪型したいんですけどみたいなね、すごいそんな感じなんですけども、たまにはねみんなの意見を聞く日があったっていいかなって思った。今日は祭りだしね。ちょだからなんだ、みんながモヒカンとか言うからじゃん。モヒカンなんてするわけないじゃん、どう見ても、誰が見ても。何？うん。なんでコメントしてくれないの？どれが多いんだろう。アンケートはずいじゃん。だってこんな髪型でアンケートの恥ずかしいじゃん。みんなバラバラだね。今の感じ好きやん。もうじゃあもうこれでいい。あ、三つ編みが多く見えた。三つ編みする。三つ編みが強いのは揺るいでない。本当髪が伸びてからじゃないとできなさそう。あのサイドポニーか。なんでかっていうと、その反対このさ、まとめる側、結ぶ側じゃない方、結んでない方っていうか、まとめてる方の髪、なんて言えばいいんだ、が短すぎて、ここからねその垂れてきちゃうのよ。こっちで結んだ場合左側が出てきちゃうみたいな。わかる？長さがさ足りないとさ、まあそらなみたいな感じだと思うんだけど。ポン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 。
とやっぱその性格が出てたよね。あれちょっとアイロンないと性格ねじ曲げられないので、でもヘアアイロンがあればねじ込めますね。まあ、そこは大丈夫なんですけど、やっぱ長さあるわね。どうしても。なんかさ、さっきやった時が一番うまかった三つ編み。今何時？あーもう8時じゃん。これじゃ変なとこで編み始めてるから後ろに半こっちに持ってくればいいのか。守る。やばいやばい、何言ってんだ。つばつけてねえから。なんゴムにつばつける。ゆるくしたらみたいな。いや待って、下手くそ。あこういう時は反対からやるっていうね。あの そういうあのそうそういうリセッシュ。リフレッシュだから、リフレッシュだから、リフレッシュだから。
かでもまあ、おおおバカ、あだ妥協あれ妥協いやこう見るとでもさこっちひどいのすっごいわかるね。これやってって言ったら、ここがなんか異常に出ちゃうってことは3等分うまくできてないってことなんだよね。だから3等分を上手にやってあるそうこんな感じにそう iPhone ならね。ラストチャンスいいですか？ほんとラストチャンスにする。ほんとに、ね、もうほんとにお願い。
か今までで一番いいの着てます。今までで一番いいの着てる今。今着てます。マシにこういうゆるいのっていいよねって思い出してるんだけど、こっちはなんか逆になんかトルネードすぎみたいなパンかみたいな気持ちになってきた。あ、でもまあいっかこれで。じゃあね、はい、まあ、完成したということで最後にランキングの方を発表させていただきたいと思います。でもこっちね短いんだ。待って、来たかもしれん、これ。できます。置いといた方がいいね。ではちょっと最後にランキングを発表して終わりたいと思います。
13位トリトンさん、12位おたけさん、11位ヤグさん、10位パンダの帝王さん、9位ひねひねさん、8位部長さん、7位ハムちゃん、6位ケイヤくん、5位ノブさん、4位ハチさん、3位 JT さん、2位春風さん、1位サイさんでした。ありがとう。ご飯食べるから9時半からオープンレック配信したいと思います。見に来てください。バイバーイ。